こんにちは、トルーパーズの山中です。今日はガーバーのリミックスタクティカルセレーションエッジ、こちらを紹介いたします。はい、見ての通りセレーションエッジ、そして先端は単筒型のデザインになっています。多目的に使える大型フィンガーホール、こちらですね。こちらはですね、まず回せます。そしてあとはこういったカラビナ、アウトドアなんかでよく使われている方いますけど、こういったものに、ぶら下げてレックとか登山やキャンプやるときなんかには非常に、携帯性がいいかと思います。そしてあとはこちらポケットクリップもついております。面白いデザインしますね。はい、であとは軽量 G10 ハンドル、こちらのハンドル、G10 といって非常に軽量な、でさらに凹凸もついて非常にこう握りやすいグリップになっております。で片手でよいしょ出して、でライナーロック式なので、こちら真ん中の斜めになっているプレートをこちら側ですね、こちら側に親指で押し下げることでブレードを解除することができます。だから慣れると片手で出して、片手で出して、片手で出して、片手でしまえるとという商品です。はい、で全長は約 19.5cm、収納時は約 12cm、 ブレードの長さは約 7.5cm、 重量は約 130g、 そしてブレードの材質は 7CR17MO スチールで、ハンドル材質は G10 という感じのナイフです。リミックスタクティカル、グレーのグレード、やや濃いグレーのグレードになってますね。だからタクティカルってなもんで、ミリタリーや警察なんかをイメージしてに使ってもらうことをイメージして作ったモデルじゃないかと思われます。かっこいいでしょ、ね、ここちゃんとしっかりと握れるように、こうやって握るのか、こうやって握るとやっぱ力入るかもしれない、なんかを削るとき、こんなんでアボカドだリンゴだを剥いてカフって食いたいもんですねまあいいや、そんなわけでガーバーのリミックスタクティカルセレーションエッジ、下の方にリンクを貼っておきますので、よかったら検討の方よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。